穴子屋をねちょっと攻めていこうかなと思います。ね、中はねかなり、なんかちょっとカビ臭い匂いがしますんで、はい、いうわけで今日も再び葉山渓谷という、場所に来てます。で、この目の前に、葉山第二トンネルが存在するんですけども、まあ、こちらは手掘りのトンネルなんですよね。で、その横にまだそのトンネルの中にちっちゃな洞窟があるんですけども、これが葉山の穴小屋っていう洞窟で、まあ、2キロぐらいの穴だそうです。でちょっと今日はそちらの方に行ってみようかなと思います。すごいですね、この大きな、すごいインパクトあります。ところどころであの金具がついてるとか、カラビナですね。これロッククライミングで登る人がいるみたいです。ここですね、ここからずっとこの上まで登るみたいです。で今日はですね、この穴小屋をねちょっと攻めていこうかなと思います。開店記念日心ばかり、まあ、なんかこんな感じになってます。で今現在地がここなんですけども、この下に県道ってのはこの道が県道ということです。入り口がありまして、ずっと行ってこんな感じで結構長いんですよね。この上になんかあのなんか絵があるんですけども、これはなんか落書きだそうです。はい、じゃあ行ってみましょう。中はねかなり、なんかちょっとカビ臭い匂いがしますんで、できればマスクをしていただきたいなと思います。瓦がね、昔の時代のものでしょうか。必ずねヘルメットあった方がいいかもしれないです。これ
ジコウモリいるな。行きたくねえな。しか分からんくなってきた。申し訳ないです。ちょっと分かりづらいなったかもしれないです。無事に出てきました。とってもね、複雑な、地形、洞窟なのかなと思います。もう下手したらね、ちょっと遭難仕掛けるぐらいな感じなのと、やはり大量にコウモリがいるので、その辺でかなり精神的にもちょっとダウンするかもしれないです。
まあ本当に人一人通れるぐらいの通路、まあ、細い穴がねを越えてずっと進んでいったんですけど、ようやくあの出口に、出てこれました。よし、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。